紹介よろしくお願いします。もう初めはもうなんかこの子らどうなるんやろうとか、まあ趣味でやってんのかな、まあ、だから発表会みたいな感じで、まあ見に行ったろうかなみたいな、なんかそんな雰囲気ももちろんあったんですけど、やっぱりそこから1回2回3回4回5回6回とこう定期公演を重ねるたびに、ステージを踏むたびに、なんかこう、あ、応援しようとか、なんていうんですかね、なんかこう子どもの成長を見るようなって言ったら、なんか行き過ぎた言い方かもしれないんですけど、なんかそんな目で、そんな温かい目で私たちのことを見てくださってるようにすごく感じて、私たちは本当にお客様に育ててもらっているユニットだなというふうに思っています。ピカリンたちがやってる演奏会で200回してると聞いております。それの全てにはいけることはないんですけど、せめて定期演奏会、ピカリンの成長を見たくて参加したいと思います。頑張ってください。女性のお客様が多いっていうのは多分珍しいんじゃないかなというふうに思います。このクレモナとしてのこう活動もう本当にちょっとつ盲信というか、もう本当にまっすぐ音楽にひたむきに、ステージにひたむきにやってるこの活動を応援してくださる方がすごく多くて、なんかそこで女性の方がすごく多い理由なのかなとも思うんです。みんな海にいてはるんですけど、みんな若いって感じだと思うんですけど、すごくこう音楽に対しても自分の楽器も好きやっても分かるし、それぞれにすごく頑張ってるっていうのが分かるので応援しています。そしてとにかく4人とも可愛いお嬢さんたちで、彼女たちの音楽は私の心を癒してくれています。だから大満足です。もちろん男性のお客様にもすごく応援していただいて、そこで育ててもらってるような気がします。本当にクレモナっていうのはそういう部分では、なんて言うんですかね、アイドルじゃないんですよね。本当に音楽家として新しい音楽をやってて、それを応援してくださるお客様っていうのがとてもとても多いように感じます。むしろそういう女の子を見に来た人っていうのはもうすぐにいなくなったお客様ですし、でもずっとずっと応援してくださってるお客様っていうのは、やっぱりなんかあんたたち頑張ってるから頑張りなさいよみたいな、なんかそんな風に言っていただけて、私はすごく感謝をしてます。何回も聞きに来てますが、新しい面白いことがあるなと思います。ぜひ見に来てください。いつも本当にありがとうございます。池田クレモナモダンタンゴラボラトリー、2019年もめちゃくちゃ頑張りたいと思います。本当になんかいろんな人に心配されて、なんかやりすぎなんちゃうかとか働きすぎなんちゃうかとかって言われるんですけど、そうじゃなくって、今だからできることを今のうちにやりたい、それだけです。もしかしたら無理もあるかもしれないんですけど、でもめちゃくちゃ楽しいんで、だからこの楽しさみたいなのを一緒に、このステージの上でしか私たちはお客様にこう喜んでもらえることってないと思うんですけど、なんかこのステージでめっちゃたくさんの人に喜んでもらいたいなと私は思ってます。